こんにちは、速稼塾の久保です。以前ね、広島の方に、熊本からエロスというね、吉川浩司さんのコピーバンドが来てかなり盛り上がったなというところを思い出したんですけども、まあこれはいわゆるアマチュア活動でいらっしゃいますよね。多くの方が、当のメンバーの方が本業を持たれていて、で余暇でねこういった活動をしていて、まあ活動費も出るのかなというところでございます。入場料もありますしね、キックバックもあると思いますし、まあ何かと経費がかかるところに、まあ売り上げっていうものも発生してきて、まあこれがね、一つの活動費の追加になるのかなと思います。で、私もね、なんかこの文化芸術活動といえば、もうね、三味線民謡をやって4年になるんですよね。当然ですけども、こちらの方には、コンサートでの売り上げっていうのもね、多少ですけどあったりとか、あとはね、経費ってのも結構かかったりとかするわけなんですよ。まあ稽古場ってのも借りなければなりませんし、お稽古するのにもお金がかかる。で、衣装もやっぱりお金がかかる。で、発表の場を持ってですね、文化芸術が廃れないように、次の世代につながるように、やっぱり続けていかなくてはならないんですけども、今回の感染症騒動のおかげでですね、まあ、いろんなコンサートが中止になったりとか、会場が貸し出しできなくなったりとか、そもそもコンサートをやったとしてもお客さんの方が来ないですよね。ということで、本当にですね、もう数ヶ月、いや1年にわたって活動ができないんじゃないかなと。毎年のように行われていたような、まあ、舞台、コンサート、イベント、こういったものも中止になってきてですね、慰問もできてない状態でございます。無活動で、もう非常に張り合いがないんで、これを機会に辞めてしまうような教室とかね、それから退会してしまう生徒さんとかもいるようなんですよ。で、同じようにね、やっぱりこう、文化芸術ってのは、確かに、飯を食うのにはいらないかもしれませんけども、人間っていうのはただ生きてるだけで、それでいいのかって言ったらそうではないですよね。やっぱり音楽を聴いたりとか、絵を見たりとか、書をたしなんだりとか、文章を読んで喜んだりとか、いろんなものがあるわけなんですよ。そして、過去を大いなるね、歴史の流れの中で、形づいた、例えば論語とかね、漢詩とか、詩吟とか、こういったものが、やっぱり素晴らしいものだなと思えば、次の世代にも、伝承者っていうね、それを受け継ぐ人のおかげで、その人が私生活の一部を、まあ、いわゆる犠牲にするといいますかね、言い方が適当じゃないかもしれませんけども、私生活の一部を割いて、公のために尽くしてくださる部分もあるのかなと私は思ってるんですよ。そういうところに関してですね、今回の感染症対策文化庁から、補助金が出るという話があります。補正予算で決まったんですけども、こういうふうになってます。文化庁のホームページ見ると、新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口6月12日更新ということでございます。これ私の調べによりますとね、文化芸術活動に関わる方、まさに今私がお話したような方は含まれます。アマチュアも OK です。で、こういった方は本来は事業者というよりもお給料でね、お勤めになっているお給料で暮らしていて、その傍らこういった重要な活動、人を楽しませるとかね、慰める活動をしてるんだと思うんですよ。で、これに対して今回文化庁から経済産業省とは別枠でですね、持続化給付金などとは別のところから、まあ、補助金が出るということなんですね。支援が受けられるということなんですよ。まあ、ですので熊本のエロスさんもね、ちょっと考えていただきたいなというところもありますし、私もね、ちょっと考えてみないといけないなと。全国各地のこういったイベントですか、コンサートに関わる方、それこそ裏方さんとか照明さんとかね、ディレクターさんとか会場関係の方とかも全てだと思いますけども、こういった方々に、最大で、何ですか、一時的に20万円の補助で、最大で150万円を個人に、そして団体向けに最大1500万まで、また2500万までの補助もあるそうです。ということなんでね、ちょっと文化庁のホームページを見て検討してみようかと思うんですけども、まだね、お時間のある方、ちょっと引き続きこの動画を見ていただいて、ご覧になっていただけますか。では、文化庁のホームページね、これから画面切り替わりますけども、独自にご自身でも行かれてみてください。それではね、失礼します。はい、恥ずかしながらね、文化芸術に関わりながらも、文化庁のホームページ、私初めてアクセスしました。で、アクセスすると、ど真ん中にこういうのが書いてますね。新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する窓口ですね。これ私でも当たると思います。ちょっとクリックしてみます。そうするとですね、こういうふうに書いてますね。第2次補正予算、公募情報って書いてます。まずここをクリックしてみようかなと思うんですよね。はい、これですね。令和2年度補正予算、公募情報ってあります。結構ね、何と言いますか、細かい字なんで読みにくいんですけど、まあでもね、ちょっと
コルボン文化芸術を守るため PDF ファイルを見てみましょう。うわー、細かい字ですね。まあでもね、これ相談窓口と公募情報と税制情報とかありますんで、めんどくさがらずに見ていこうかと思いますね。私もこのか支援を受けていこうかと思うんですよ。で、まずね、大事なところからいきます。ここ、標準的な取り組みを行うフリーランス等向け。これ熊本のエロスさんも関わりますし、私のような小さなね、三味線教室、民謡教室に通う一生徒にも関わると思います。フリーランス等向けですよね。簡易な手続き、審査により活動費を支援ということで、20万円。これはね、ぜひともね、ほとんどの方は申し込めば取れると思いますので、受け取っていただきたいかなと思います。加えてプロのフリーランスの実演家、技術スタッフ等の以下の取り組み。だから音響さんとか PA 関係とか、会場の方とかね、マネージャーの方とか、あと裏方、大道具、小道具さん、こういった方もここに関わるってことですよね。練習のための稽古場確保、技術向上のための研修資料等の購入、調査、制作準備等、ね、幅広いですね。これが一番です。よろしいですかね。これは皆さん申し込んで取ってくださいね。私ももちろんやります。2番目。一番に加えて、より積極的な取り組みを行うフリーランス等向けですよね。活動の啓示とか技能向上をやっていきたいって方です。要するに今までの方ができなくなっちゃったからっていうので、それに対する補助がこれなんですけども、2っていうのはね、もっともっと前のめりにやっていくぜっていう方なんですよ。要するに、先ほどの今まで通りのね、舞台活動とかライブとかツアー、コンサート、こういうのに加えてですね、よし、もうね、無観客時代で動画収録、動画配信による活動の幅を広げていこうじゃないかって方。いろんな機材いりますよね。で、いろんな学習がいると思います。150万までね、出ますよってことですよ。まあですんで、今までライブツアーをやっていたね、方とかね、まあエロスっていうね、バンドもあるんですけども、まあそういった方はこれからね、プロモーションビデオを作って集客に役立てていこうかなとかね。それから無観客試合で、ライブハウス借りるんだけども、チケットを売ったりとか集客をせずに、そっから YouTube ライブとかで配信していくんだとかいう方は、そのための準備として150万円まで、この度ね、ぜひ受け取ってくださいよってことですね。よろしいですかね。で、三つ目。小規模団体向けですよね。これだから、まあ、コピーバンドとかも込みなのかもしれませんけども、小規模団体ですね。例えば、なんとかギター教室とかね。なんとか、かんとか演劇団とかあると思いますけども、劇団なんとかとかね、そういうところがこれからも活動を積極的にやっていく。当然だけども1とか2とかも込みのことをやっていくということに対して活動費を支援と。150万まで複数のフリーランス等が連携して、要するに単独ではなくて複数のフリーランスがね、ちょっと連携してですね、共同事業をやっていこうよってことで、なんと1500万まで出るわけですよ。すごいですね。これ個人で20万もらった上にここも申し込んでくださいってことですよね。小規模団体以下の取り組みを支援。どんな取り組みを支援してくれるのかな。今回の感染症対応の新たな公演制作等の企画、動画等による公演等の収録配信、広報コンテンツの作成。さっきと似てますね。感染症防止に対した集団練習の実施等、新しい練習方法ですね。例えばアクリル板を使ってバンドの練習ができるようにする。合唱されてる方なんてね、40人同時に歌いますけども、練習の時にはやっぱりね、マスクとかアクリル板とか配慮が必要かもしれません。場合によっては分煙器とかいるのかな。それから、エアコンとかもね、付け替えなければならないかもしれませんよね。そういうことをいろいろ考えて、ここを応募してくださったら1500万までということです。次、中大規模。これはもうエグザイルとか AKB のレベルになってきますね、おそらくね。で、最大2500万までの事業支援。ちょっとここまで来ると私とかは当たらないかな。あ、でもね、 VR の活用を含むってことですから、いやいや、これから大規模な団体にしていくんだとかね、これを機会に私なんていうのは三味線、民謡、舞踊、太鼓、鳴り物、まあ、お囃子、こういった小規模団体、尺八も含まれますよね。で、こういったのをもうね、大きな団体に組み直して4番を申し込むってのもありえますよね。だから50人とか100人規模の、集団を作る、そういった会を作るってこともこれによってできるのかもしれません。もちろんね、5人とか6人でされてるバンド、3人とか4人でされてる、ギター、ベース、ドラムみたいなバンドも他のバンドと対バンってすると思うんですよ。じゃあそういう風にね、対バンサークルみたいなの作って、バンドが10個ぐらいそこに
集合してですね、それで4番を取り組んでいくってのはいかがですかね、なんとか組合みたいなの作れそうですよね。ちょっと私もね、今バーッとお話しましたけども、勘違いしてる部分があるかもしれませんけども、何にしてもね、普段、何の支援も受けられない文化芸術活動とか、それこそアマチュアバンドとかね、私みたいな古典芸能とかに関わってる方、これ全てトライできると、トライでいいんじゃないかなと思います。初めてじゃないですかね、こういうのが出るのは。ということでね、熊本のエロスさん、参考になったでしょうか。これをやったらいいんじゃないかなと思います。以上です。